戦闘開始。さすがにやりますね。面白くなってきましたよ。ふん、余裕でいられるのも今のうちだ。それで私を包囲したつもりですか？甘いですね。水分身の術！続きを始めますか。戦闘開始。お前は俺に勝てない。決戦継承。こんなものか。お前は。お前の動き、すべて見切ってやろう。こっちでだ。分身体でこの強さか。ちょろちょろとうるさいですね。やれるもんならやっ。戦闘開始。こっちですよ。
リート先生、大丈夫かしら？国に急ぐってばよ。あいつを早く助けねえと。ナルト、ガラ、待ってろよ。あんなに重そうな刀を振り回して、息が少しも切れていない。その動き、どうやらあの珍獣を模したもののようですね。ガイ先生直伝の体術、見せてあげます。珍獣を倒す前にその弟子を消すのも面白いですね。行きますよ。戦闘開始。とんでも、でも僕の勝ちです。やりました、ガイ先生。どうやら分身体はやられたようですね。案外やりますね、あのガキども。
じいたちを甘く見てもらっては困る。まあいいでしょう。もともと分身体はあなたとガキどもを引き離すためのものですから。さて、そろそろ私たちも決着をつけましょうか。いいだろう、俺も本気で行かせてもらう。戦闘開始。本番だ。負けたらおんぶで両手500周だ。チャンス。ガイ先生。消えた。どうなってんの？この周囲に奴の気配はもう感じられない。完全に姿を消したようだ。これは一体。みんな、奴のことが気になるのはわかるが。そうですね。よし、考えるのはまた今度だ。押せ。そして川の国だ。暁のやつら絶対に逃がさねえ。
ナルト！早くしねえとガーラが！ナルト、止まれ。お前、どうやら。こいつは、うちが、イタチ。うちがイタチ？じゃあ、こいつがサスケくんの。久しぶりですね、カカシさん、ナルトくん。この野郎、俺だけじゃなくガーラまで、お前ら俺がぶっ潰してやる。威勢はいい。だが、そううまくはいかない。なんて術のスピードなの、全然わからなかった。カカシよ、お前とナルトは本体を狙え。後ろの影分身体はわしとサクラが引きつけておく。その隙に二人で本体を叩くのじゃ。しかし大丈夫です、私やれます。わかった、だが無理はするな。サスケ君をずっと苦しめ、ナルトを狙う最悪の敵。今度は私が二人を守る、そう決めたから。ここで負けるわけにはいかない。戦闘開始。はっ、チュなんとか倒せたみたいね。さすがはうちは一族を滅ぼした男よ。影分身体でここまでやるとはの。あとは本体だけ。カカシ先生、ナルト。
ナルト、ちょい待ち。何も考えずに突っ込んでも奴には勝てない。カカシ先生、でも。そう焦るな。俺が奴との戦い方を見せてやる。カカシさんですか。ま、あの時は油断しちゃったけどね。俺もそうダサくはないよ。戦闘開始。この目から逃れられます。さすがカカシさんだ。たった一度の手合わせでよく私の動きを研究している。安心するのはまだ早いな、イタチ。あの時と違うのは俺だけじゃない。ナルトもだ。もらった。戦闘開始。あっ
逃れられたし。この目からは逃れられない。成長をしている。しかし、これは螺旋丸。加賀先生、さっきのって。どうやら、奴は俺たちの足止め役だった。奴ら、何を考えておる？くそ。お前はなぜ、タサトのガーラをそこまで助けようとする？あいつは、ガーラは、俺と全部同じだった。そして俺よりも一人ぼっちで。先生、お前の気持ちは、お前のようなやつを見るのは初めてじゃ。じゃが嫌いではないぞ、ばあちゃん。さあ行くわよ、ナルト。ガーラ君を早く助けてあげるんでしょ。さくらちゃん、絶対助け出してやるからな。そして、よっしゃ、みんな気合入れていくってばよ。
か強くてな。でもこれでオイラのノルマ達成ってわけだな。うん。それより俺たちをちょろちょろつけ回していた虫どもはどうした？彼らの足止めは私たちがやっておきましたよ。イタチと貴様か。だがあまり悠長に構える時間はない。じきに奴らも到着する。それじゃあそろそろやるか。術も得得したいし、任務もしたいしな。